どうもエツヨチャンネルでーす。お正月ということでしずくちゃんが振袖を着ています。久しぶりのしずくちゃんです。はい、今回の動画はですね、お正月といえば福袋でございます。去年ショップリストで私お洋服の福袋を買ったんですけども、今回なんとですね、もう念願のスターバックスとマクドナルドの福袋が当たったんです。イエーイ。すごい人気があるんですよね。スターバックスは特に年々こう抽選になってからすごい倍率が上がってしまってて、で私ここ2、3年ぐらいちょっとその抽選に外れてまして、で、今年じゃない、去年か、去年まあ懲りもせず抽選に応募してみたら、なんと当たりました。それがこちらです。スターバックスって書いてあるんですけどね、この福袋が当たりました。そしてマクドナルドもですね、なんか抽選になりまして、で去年一昨年私外れたんですよね。で、まあスターバックスと同様マクドナルドもですね、ちょっと懲りもせずせっかくやからね、応募してみようと思いまして、応募しましたらなんと当たりました。幸先いいですよ今年は。ドン、これですね、マクドナルド。でマクドナルドはまあ抽選に当たったら店頭に取りに行かないとダメなんですよね。でスターバックスはお家に届けてくれるんですけども、今日はこれ私開けてません、まだ中身が何が入ってるか分かりません。そしてこちらのマクドナルドの方もまだ開けてませんのでですね、これ見ていただいてる皆さんと一緒に中身紹介していきたいと思います。マクドナルドはもう出てるんですよ、どんなものが入ってるかっていうのは。ただスターバックスはいろんな方の YouTube とか見てるんですけど、結構皆さん中身が違います。なので私も中身すごい楽しみなんで、ぜひ一緒に楽しんでください。それではマクドナルドからね行こうかと思います。まあこれね、もう中身どっちかみたいな感じなんですよね。柄はもう出てるんですよ。なので、いや、こんな感じです。でこれね、マクドナルドの福袋って毎回なんかクオカードみたいなのが何人かに1人しか当たらないらしくって、それが入ってたらさらに大当たりらしいんですけど、なんか見た感じ入ってなさそうですね。私1回それ当たったことあるんですよね。金のクオカード書いてました。500円分、あ、ま、クオカードちゃうわ、マックカードか、マックカードです。マックカードが入ってました。クオカードではないよな。さあ、あ、かわいい。今なんか今回はこのペンギンのこの、わかるかな、ペンギンのこのブランドとコラボしてはるんですよ。私これ黄色当たりました。黄色のステンレスのやつですね。最近キャンプ女子とか流行ってるじゃないですか。皆さんキャンプとか行けはる人多いから、そのキャンプとかで使えそうな感じのコップですね。そしてこれショルダーバッグ、このショルダーバッグね、当たりました。開けましょう。ショルダーバッグだからちゃんと紐もついてますね。結構なんか近所に買い物に行くにはちょうどいいかもしれないです、このショルダーバッグと。そしてお、ジッパーポーチ、このペンギンさんね、このペンギンさん、ジッパーポーチ。中身なんかマスク、大きさ的にはマスクとか入れるにはちょうど今の時期いいかもしれないですね。あとプール行く時とかいいかもしれない。ちょっと携帯入れとくとか、そういう時に濡れても大丈夫な素材になってるんで、ね、いい感じです。
そしてですね、これがですね、なんかね、クリーナークロス、これね、メガネ拭きとか携帯汚れた時に拭いたりするようなやつですね。かわいい。私ブルー好きなんで、これちょっとブルーは嬉しいですね。そしてね、これまあこれ大体3000円なんですよ、福袋ね。で、このスペシャルクーポン、マクドナルドもうね、これだけでもっと取ってるんですよ、実は。これね、3030円相当の無料券なんですけど、こういうね、ナゲットとかこういうやつ、これを持ってったらもうお店で、あ、すごいね、今年サムライマックとかもあるんや、こういう感じでね。まあ言ったら、これを持ってったら商品をもらえるという商品無料券がこういう感じでついてるんですね。これエビフィルムね、すごい人気ありますよね。そうなんですよ、これでまあ3000円です。これがマクドナルドの福袋でした。中身開けていきましょう。私もこれほんまに何が入ってるか分かれへんからすごいドキドキしてるんですけど、よいしょよいしょ、ドン。おお、これね、カバンに入ってるのはもう、公表されてるんですよ。で、いろんな方、紹介してる方も皆さんこのカバンがまずいいって言うてはって、これキルティング素材のね、トートバッグなんですけど、むっちゃ可愛くないですかこれ。これね、ただ私すごい汚しそうな気がして恐ろしいねんな、こういう白いやつね。可愛いねんけどね。でもすごいなんか持ち手も柔らかいし、キルティング素材なんで今年の流行りに乗ってはりますね。緩衝材ね、ちゃんと入ってた。はい、さあそれでは見ていきましょうか。ドキドキするね。まずこの出てはるやつ見ようか。おーっと、クッションが入ってました。スターバックス福袋2023って、これだから福袋のために作らはったんですかね。お店であんまりこれ見えひんもんね、このクッションね。スターバックスのシュガードーナツをイメージしたクッションらしいです。私あのスターバックスのドーナツすごい好きで、たまに食べるんですけど、美味しいですよね。あのまたミスドとかとは違った感じの、結構ねカロリー高めな感じはするんですけどね。これクッション圧縮されてるんでね、ちょっと開ける、開けようかね、せっかくやし。開けますよ、待つこと、開けて、ハサミでいったらいける。さあそしてですね、次、おお、コーヒー入ってた、レギュラーコーヒー、これで、これね、もうちゃんと豆引いてくれてますね。なのでコーヒーメーカー、プレス式コーヒーメーカーなどであ、コーヒーメーカーいるんや、そらそうですね、そらそうだ、これね、はい、コーヒー入ってました。そして次、あー、これ嬉しい、ステンレスボトル、美容系の人みたいに、あれやね、コーヒーとか入れるよりもどっちかっていうとスープジャーみたいな感じ、ちょっとちっちゃいもん、ほら口が結構大きくて、ほら縦がそんなに、このコーヒーと並べたらわかるかな、そんなに大きくないのでスープ入れてもいいかもしれないですね。あ、これ嬉しいな、スープジャー欲しいなと思ってたんですよ。これ嬉しいかも、しかもピンクね、ステンレスボトル当たりました。そしておっと、ノート入ってた、リングノート、かわいい、桜、あー、なるほど、これはあれですね、店頭で2022桜って書いてあるから、春に、最近ねノートとかも売ってますもんね、スターバックスね。あー、かわいい、桜好きなんで嬉しいですね、さすが吉野の桜ですよね。ということで桜、なんかネタ帳じゃないですけど、いろいろちょっとメモるのに
私結構あのメモるのは携帯派ではなくって自分の字でメモる人なんで、手帳とかも私結構携帯とかに入れずにちゃんと手帳を持っててね、毎年手帳に書く人なんで、ノートは何かと使いますからね。さあ次、ステンレス魔法瓶です。スターバックスの魔法瓶っていうか、あの水筒って言ったらいいんかな、結構いい値段するじゃないですか。一つ4,000円ぐらいするんですよ。可愛いの、そのシーズンシーズンに可愛いのいっぱい出るんですけど、やっぱりそんなになんか、まあいっぱいコレクターの方はね、毎回毎回買わはる人いるけど、まあね、いい値段するからね、そんなにしょっちゅうしょっちゅう買えないじゃないですか。そんなにすぐ潰れるものでもないしね。じゃん、あ、かわいい、蓋が丸っこい。あ、なんかすごいシンプルなステンレスボトルでした。私はこれもね、いろんな YouTuber さん上げてはるんですけど、このステンレスボトルも結構なんかいろんな種類が入ってますね。これ私と同じやつ当たってる方もいらっしゃいましたけど、かわいい、これ蓋が丸っこいで結構入りますわ。これね、いい感じ、かわいい。蓋がね、これ漏れたらえらいことやからね、しっかり締めとかないとねっていうね。でも白多め白多めかもな、私も白すぐ汚すから大丈夫かな。そしてですね、これね、ステンレスボトルね、入りましたね。じゃあ、あとボトルとコーヒーとカバンね、カバンかわいいよこれ。そしてあ、ドリンク交換チケット、これさっきのマクドナルドみたいな感じですね。これを持っていくと好きなドリンクいっぱいをお楽しみいただけますということでですね。わ、めっちゃ嬉しい。あ、でもなんか一応金額設定はあるんや、多分これね、なんか何でも飲めるわけじゃないねんな、きっとな。そらそうですよね。でもせっかくなら普段飲まへんようなもん飲みたいですよね。私スターバックス行くともう大概アイススターバックスラテ一択なんですよ。他正直あんま飲んだことないんですね。あ、でもフラペチーノとかはたまにもう甘いのが飲みたい時とかは飲んだりしますけど、基本的にはもうアイススターバックスラテを一択なんで、これを機にですね、ちょっといろんなもん飲んでみたいなとは思いますね。そうですね、これ嬉しいね、これは嬉しい、飲めるもんね、いろんなもん。だって何枚ついてる、1,2,3,4,5,6,7枚もついてるんで、7杯飲めます、これね。スターバックスに行って交換しようと思います。そしてこれ、コーヒー豆引き換えカード、へえ。好きなコーヒー豆 250g と引き換えさせてくれるらしいです、これ持っていくと。なんかスターバックスもいろんなコーヒー豆あるじゃないですか。まあコーヒー屋さんなんでそりゃそうなんですけど、一応ね、中身ね、こうやってこんな種類がありますよとかいうのもちゃんと書いてますね。見えるかな、こんな感じでね、ちょっと気になるのとね、交換しようと思います。これがコーヒー豆引き換え券ということで、全部で結構入ってるね、1,2,3,4,5,6,7 で、さっきのクッション思ってたよりあの薄めの感じリングライトと同じぐらいのこうね、これかわいい。でもこれね、ちょっとお尻に引くのにいいですね。8点入って、7,000、送料込みで7,000ちょっとやったと思います、スターバックスの福袋でございました。いやでもやっぱりお得ですよね。だってこのドリンク券だけでもね、7枚ついてるわけやし、だってもうそもそもこのステンレスボトルが4,000、多分4,000ぐらいすると思うんですよね、これね。なので、あ、これあれや、販売してないやつや、お店で福袋限定ステンレスボトルらしいですから、欲しい人いるかもね、これ
結構お店で売ってたやつ、その去年とかのモデルが福袋に入ってるっていうパターンもあるけど、こういう福袋限定のやつって嬉しいですよね。いやちょっとやっぱりスターバックスはまず抽選が当たるか当たれへんかでね、明暗が分かれますからね。今年はもうマクドナルドもスタバも当たったんで、なんかすごい幸先いいな、幸先いいスタートになりそうです。そんなこんなで8点入っておりました。スターバックスの福袋ご紹介しました、はい、福袋2種類ご紹介いたしました。ということでですね、お楽しみいただけましたでしょうか。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。